バクテリオシンとは、細菌類が産生する、主に同種や類縁種に対する抗菌活性を持った、タンパク質やペプチドの総称である。質が酵母やゾウリムシのキラー因子と類似している。バクテリオシンの一種である、コリシンは、1925年にアンドレグラチアによって、初めて報告され、これが最初に発見されたバクテリオシンである1925年に、 アンドレグラチアによって発見された。通常、個々のバクテリオシンの抗菌スペクトルは狭く、同族から同門程度である。比較的広い抗菌スペクトルを持つ抗生物質とは区別される。その作用機構は多岐に及び、ラクタコカスの生産する内心は、同系統のフィルミクテスモンの細胞膜に穴を開けて死滅させるのに対し、大腸菌の生産するコリ芯は、 腸内細菌化のタンパク質合成系を破壊する。このほか緑脳菌が産生する、ピオシン、バイソン、コサイ菌では高度抗脂菌が産生する、ハロシンなどが知られている。一部のバクテリオシンはチューブ状の構造をしており、バクテリオファージの微ブと構造がよく似ているため、様々なチューブ様微粒子、ラピドソーム、ラピダスムの一種として分類されていた。ちなみに、 人を含めた生物に住んでいる常在菌の中にもバクテリオシンを産生するものがいる。これが常在菌の縮小病原菌から守っている側面もあると言われている。バクテリオシンをどのような細菌が感染しているか調べるために使用することがある。例えばバクテリオシンの一種であるコリシンを用いてセキリ菌について調べる場合がある。他にもバクテリオシンを使用して 緑脳菌について調べる場合がある。アンドレ・グレイシア、A4 ランナー・イン・マイクロビアル・アンド・バイラル・ジェネティクス、ハット・スティーブン・ H ・ガレス・ P、キャスリーン・ B ・バム・フォード・著ョ、山本直樹、山岡昭治、堀内三吉寛役、一目でわかる、微生物学と感染症、P4 メディカル・サイエンス・インターナショナル2009年1月28日、発行。 ISBN 978から4から895925808スティーブン・エイチ・ガレス・ピー、キャスリーン・ビーバム・フォード著・著山本直樹、山岡昭治、堀内三吉寛役、一目でわかる、微生物学と感染症、P21 メディカルサイエンス・インターナショナル2009年1月28日、発行。 ISBN 978から4から895925808スティーブン・ H ・ガレス・ P ・キャスリーン・ B ・バムフォード・著、山本直樹・山岡正二堀内三吉寛役・一目でわかる・微生物学と感染症・ P50 メディカルサイエンス・インターナショナル2009年1月28日発行 ISBN 七十八から四から九五九二五八ゼロ八 ありがとうございます。